ファンが必要なのはビジネスでも同じ。投資してくれる人、ビジネスパートナー、会社内であれば部下でも同僚でも上司でもいい。単純に仕事ができるということだけではなく、人間としてこの人を応援したいと思ってもらえるような存在になること、ファンになってもらうということ。万が一失敗したとしても、この失敗を彼は必ず次に生かしてくれる。これはまだまだ途中経過だと信じてくれるのがファン。結果を出すことも、そこに執着することももちろん大事。そのためにできることは何でもしなきゃならない。ファンを作るということは、期待に応え続けるということでもあるのだから。